おはようございます。どうも皆さんおはようございます。本日もやっていきます。よろしくお願いいたします。久保塚さぬきと申します。よろしくね。今日もよろしく。今日はなんと、4月5日月曜日の午前8時半ということで、この平日の朝から、こんなゲームをやってるのはもう世も末よ。終わりよ、もう俺の人生。もう何、背徳感に襲われてる今。消防の時学校休んで爽やか3組を見ていたあの頃のように、背徳感に苛まれてる月曜の朝ということで、どれだっけ、今日やるのはこいつ、コーチュー。これはね、相当むずいんじゃないかなと。この平日の朝に寝ぼけながらやるキャラクターではないということは分かってる。そんなことは重々分かってるんだが、もうどっかでやらないといけないから俺は今日やろうと。もう今日ね、ちょっとできるだけやっちゃおうというそういうプランニングなんだけど、武器がね、あーこれの方がいいの、これ結構強えな、これこう防御力、攻撃力、攻撃範囲、あーどっちの方がいいと思う。これ弓棒もついてるし、あこっちでいくか、せっかくやしな。ね、ここはね、どれがいいかな。シンゾラも欲しいな。馬パクるから、もうちょっと移動速度切って、強撃どうしよう。強撃あった方が嬉しいけど、弓が多いんだよな、ここ。入れてやってみるか。死ぬかもしれねえ。死ぬかもしれねえけど、俺はやる。で、条件は、家計を中止させて、リクソンをしばき倒すという。一番早いのはリクソンをしばくと家計も同時に終わるし、でリクソンも撃破になるからいいらしいんだけど、まあ、ちょっと初期位置的にね、コーチはこの孫将校のとこから始まるからあまり穏やかじゃないと。まずはこいつを、認められねえよ、お前何なんだよ。さあ行きましょうか。おい、痛い痛い、ちょっといいよ、待って、あーべ、そんな範囲広いのお前。香りはいけません、援軍を待ちましょう。こいつマジ強すぎ、切れそうなんだけど。おお、おら見た、敵は手強い、心してかかれ。どこ行ったあいつ。とりあえずこの新無双ランボ当てる。あれガンされた、あ、されてないな、よしよし。まあ無双ゲージがしょぼいからすぐに溜まってくれる。こいつこれいけるだろ、ハメっぽい。ちょ、これね、攻撃範囲広すぎてはまらなくなるっていうね、途中で。あ、ちょ、急に振り返るな、お前なんなのこいつ、マジで急に振り返るんだけど。で、お、翔子ちゃん、翔子ちゃん、ちょっと翔子ちゃん、何なんだよお前と、お前誰だよこいつ、後ろから突進は。ちょ、何こいつら。よし、翔子ちゃんをぶっ飛ばし、だからここでもスタンバル、ここで修繕をスタンバル。痛い。そうすることで、まあ、放火魔が出てくるんですよ、この細い通路に。放火魔をしばかないと家計が発生してしまうという。この辺肉まんなかったっけ。おい肉まん、どこ行った肉まん、あれなかったっけな、確かこの辺にあった気がするんだけど。食べられた、誰かに食われてる。あったあったあった、あそこにあった。これね、うろちょろしてるとね、ほんとすぐに主膳突っ切っていくんで。はい、え、肉まんがね、何にもねえんだけど。まあ基本的にね、このステージはもう全員死ぬんで、自分と総大将以外死ぬっていう、そういうステージに仕上がってるんで。ちょっと早く来てくれ、あ、何分頃に出てくるんだよ。もうどんどん死ぬな、大変なことになってるわこれ。みんな死ぬ。あ、待って、これやばいかも、乗れないかも。 OK、 なんでなんで、何こいつ、なんか変なやつ来た。
来た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 。さあこれで無事に主膳を狩れるかどうか。ファイヤーマンとしての意地を見せどころや。やっぱ放火を防がないとね。市民の安全のために。食の陣を炎に沈めます。めちゃくちゃ言うてんなこいつ。どこ見てんだよお前。さあ来た。でここでね全然こいつらがもう止める気ないんだよ。バチョも死にました。みんな死にました。さあやべえぞこいつ。止めねえと硬すぎる。とりあえずこれはね進行させたらもう終わりよ。味方は来ぬか。さあさあさあもうみんな死んでったぞ。早すぎないこのゲーム。このゲームスピード早すぎないですか。これね一気に総大将がやばくなるから。ちょっと劉備の周りで観光も死んだし、観光も死にました。助けてください皆さん。なんだこいつ。待て待て、ちょやべえ。待ってくれ。やばい放火が進む。お前ら止めろ。危ねえこいつ。まあ、すぐに放火しようとするからな。一瞬の隙で放火を試みようとするから。はい、もう劉備がやばいからすぐに助けに行かないといけない。義援かあいつ。もう誰もいないっしょ。もうこっちの武将もう俺しかいねえ。終わってる。おかしいな。みんないたはずなのに、みんないたはずなのにどこ行ったんだろう。これはやばい。劉備の元に行かなければ。とんでもないゲーム。もうリクソンを倒すの後よ。劉備お前そんなとこ突っ立ったらダメだって。これね賭けをね失敗させるとね、じゃ成功させる、ん失敗させると劉備がさいっと。もう何なのこいつ。ちょまあ邪魔こいつ。ほんと邪魔。やばい。おら2人はやばいって。1人にしてくれ。1人おお襲われてるんだけど。ちょっと襲われた。助けて劉備、助けてください。おこのままおい誰だよ押しただ。ちょ何なんだこいつ。チャージ1に割り込んでくる。頑張れよ。やばい。強いお前。お前なんかなんでこのマジダッシュ攻撃終わってる。おらええー、どこ行った。ちょダメージでかすぎるしさ、これ見えねえんだよなこのステージ。なんか敵と保護色なんだよお前。ほんとちょ待って、いいよ。お前のセリフはどうでも、俺はこれが目に見えた。お前じゃない、切ってるな。お前を切り殺したいんだ俺は。中途半端、これ無双ゲージを少ないと少ないで困るな。全然ダメージが入らない。ちょそっちじゃん。なんなんだよお前。よし、さあ劉備待ってろ、俺が助けてやる。劉備がやべ、もうこれ周りのし、やめて。劉も死んだじゃん。リョウも死んだのに、なんでこんなリョウの兵がいっぱいいるの。次はこいつ誰だ。あカンネイが来た。カンネイがやばいだろこれ。リックス、テーフはテーフから先に殺したいところではあるけど、ちょっとカンネイが来てるな。カンネイがやべえぞ。カンネイの無双ラム食らった瞬間このゲームは終わる。ちょっと強すぎないか。本陣なんでそんなやられてんの。おかしいな、リョモの軍はしばき倒したはずなのにまだいるということは、他のやつが紛れ込んで、誰今ちょっと。カンネが来てる。カンネの軍が近づいてる。コクコクと近づいてる今。うるれ、さあ共に戦おう。俺たちで共に戦おう。この窮地俺たちで乗り切れるはず。ここで敵を殲滅していけば、まあ、なんとかなる。劉備強いから、劉備は強いはず。
俺は信じてる、劉備という男を信じてここまでやってきたのよ。来たかんねん、見えたぞ、見えたくない、見えたくないものが見えちゃった、やばい。ほら、ちょっと待って、お前誰なんだよ、呼んでねえよ。こいつら本当強すぎない？弓じゃん、ちょっとかんねん、来いや、はよ、お前なんな、お前呼んでねえって。だからお前も不運だな、俺に会っちまうなんてよ。本当だよ、助けて、ちょっと、ちょっと待って、怖い、超怖い、こいつはね、ガードさせちゃダメ。どけや、お前この馬どけ、お前相手にしていねえんだよ。劉備頑張って、なんか弓がいらない、今なんかわけわかんないやつが来たし、どこかんねえ、どこっすか、かんねえ、よし、はめ殺す、お前をはめ殺す、よいしょい、雨どこ行った、ちょっ、何こいつ後ろから邪魔なんだけど、ちょ、どこかんねえ、どこ、ほんと邪魔ばっかしてくんな、うれ、よし、よいしょ、ちょっと奥の弓を殺したい、奥の弓がやばい、弓がやばすぎる、この弓、弓防御力上げていたがゆえに今耐えてる、このジジイは歯食いしばって耐えてんだよ、もうそれも限界なんだよ、ジジイだって限界なんだよ、ゆっくりしたいんだよ、ほんと、ちょ、なんなの、なんなの、助けて、ちょっと、うざうざうざ、無双乱舞っても全然死なないっていう、ちょっと痛い、新鋭隊長倒したい、俺は弓なんかいらないんだ、劉備がやばい、劉備がやばい、リクソンの軍も来てる、回復してくれ劉備、このステージ難しくないですか、ちょっと難しくないですか、このステージこんなにハードだったっけ、これ、お、肉まんか、俺の肉まん、とりあえずちょっと左上が来たやつ誰だっけ、ケーフだったっけ、あいつも殺してえな、でもそっちにいんのか、そっちの弓ゾーン越えていかないといけないじゃん、弓ゾーンはダメなんだって、越えられない、越えられない壁がある、弓のガードがある、しばらくここで耐えよう、これ無理したらダメなんだよ、このステージは無理したらダメ、痛い、ちょ、劉備はどんどんしてる、回復してくれ、俺が時間を稼ぐから劉備、お前回復するんだ、痛いわ、ちょっと痛いわ、せわしない死にかかってる、喋りながらやるゲームじゃなかった、ちょ、弓ゾーンがやばい、おい、どけ、とりあえずこの弓隊長さえ倒せば なんとかなるはず、よし、一旦下がろう、劉備頑張ってくれ、お前に全てがかかってるんだ、じゃこれテイク倒せばでもなんとかなるんじゃないかな、あのリクソン軍がいるのか、リクソン軍がいるとなるとまた話は変わってくるんだな、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前呼んで、何このザップ、マジでどんどんやられていくよ、劉備が回復しろ、お前ちょっと痛い、ちょっと痛い、何なのなんとかしないと、どんどん弓が迫ってきてる、一歩ずつこっちに近づいてきてる、肉まん取らせて、きっと斧が出た、この斧を取れば我々の攻撃力の2倍、なぜ拾えない、なぜそんな綺麗に斧が拾えない、
お、ちょっと回復してんじゃん。ちょっと回復してる。劉備くんちょっと回復してる。それはいい。その兆候はいいぞ。うれ。勝ちが見えたな。痛いんだよこのポン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 打ってくるやつ。いや、しかし勝ちが見えてきた。痛い痛い痛い。ちょっとお前が回復してんのかよ。誰か回復したと思ったら。痛い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 。うまマジ邪魔。この馬誰ここに駐車したやつ。駐車違反だぞ。お、どこ行った。さっきの武将どこ行った。ペーソーってやつ。ペーソーなんだっけ。あ、いたいたいた。オッケー、よし、なんとかこいつを倒した。士気も下がってって。劉備士気いくつだ今。2じゃねえかお前。もう死にかけてんじゃん。こら穏やかじゃねえな。早く、テーフこっち来ないの。ディクソンの士気がマジ下がんないな。テーフこっち来い。俺はとりあえずこの弓を殺す。ちょ助けて。やばい、痛い痛い。助けてくれ。みんなが弓がこっちを狙ってる。ちょ、痛、ほんと痛い。まず一人ずつ減らしていこう。オッケー、よし。痛、うま。この武将が、武将の主張、武将よりも強い雑魚兵、どうなってんだこいつら。どこでそんな鍛えてきたわけ。いいジム紹介されたなお前。フィジカルの強さが違うもん。もう鍛えられてる。劉備大丈夫か。劉備がまた死にかけてる。目を離すとどんどん死んでいく。とりあえず視界に収めないと。あ、弓がいんのか、あんなとこに。こんな拙者しやがってかわいそうに。もうあれもいないじゃん。護衛兵も誰もいない。かわいそうに。オッケー、回復した。回復した。この回復が熱い。これでいいね。どこ行った。こいつ、ほんとこっから来ねえな。こいつ自分の持ち場を大切にするタイプの人間かお前。はい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 。もうこっからはめころよ。よし、はい、はい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 。なんか汚な変なやつが横からよ。邪魔が入ったらまずいね。おら、これたまに2回当たるんだけどね。どうしても拾えない。俺の技術では拾えない。 OK、 これでこいつも倒したから、ちょリクソンを倒さないといけない。とりあえずこいつの、劉備の周りにいるリクソン軍を締め上げよう。じゃないとまず、なんかどんどん増量されてんもん。増量中だもん。リクソン軍がどこからかしか日本語がわかんないけど、派遣されてる。派遣社員、今の時代を象徴してるよ。もう非正規社員ばっかりなんだよ。リクソンの配下も困ってる。もうリクソンの配下いないじゃん。この強撃はどうなんだろうな。正解だったのかな。あ、ピンチを招く、ピンチを招くアイテムでもあるんだよ、これは。防御力が半分になっちゃうから。もうこれで敵の無双乱暴を受けようもんなら、もう瞬頃よ。またなんか来たし。あ、リクソン、いたな、こいつか。あれ、あれさっきいなかった。なんか増えてるし、また。また増えてる。こいつら倒しておかないといけない。もう、リクソン軍はね、士気8個下がんないんだけど、こいつの士気。やべ、孫権軍とも戦いだした。孫権兵が来てんの。どこにいる。おい、どこ行った。
本拳何ちょっとやめて。さあ陸曹編いないな。痛い。あ、いたわ。こいつはお前もかよ。勝てえなこいつ。よし、さあこれであとはリクソンをしばき上げようとは言っても、あそこはねまたあそこはあそこでまた邪魔がいっぱいいるし、なんかいっぱい派遣されてんな。派遣社員がいっぱいいるなここ。 お前頑張ったな、そんなとこで。これが孫権軍ってこと？そうでもなかったな。そうでもなかったが、こいつから倒すか。ちょっと前から一個ずつ攻めていこう。無理しちゃダメだ。痛い、本当に痛い。どこ行ったんだ、あの武将は。どこ行った今。カンネが使いたい。カンネが俺を呼んでる。カンネが俺を呼んでる。もうあれで突っ込んだら一発なのに、ここドバドバ、脳汁ドバドバのドバドバラッシュなのにさ。減った、一個ずつ減らしていくことが大事だ。一個ずつ減らしていく、この技術。焦っちゃダメ、焦ってやられるから。なんてガードの硬いやつなんだこいつ。何なのこの雑魚兵、異常なまでの強さを誇ってる。よし、これは入るだろう。攻撃無双乱舞、全然当たんない。おい、はい、やっぱ攻撃力上げただけあるな。高いわ威力が。こんな雑魚武将相手になんない。おっ、何でお前飲んでないんですけど。お、肉まんがある。肉まんレーダー発進。さ、おいマジかよ。あら、誰だ、リクソン軍が。リクソンのとこにはね玉璽があんのよ。これで一気に削り取るっていうのはありかもしれない。カモン、私の双剣あなたに買わせますか。買わせません。さあこっち、こ、お前じゃない、やばい、お前じゃない。ちょ、何なのこのコンビネーション。お前じゃない、ちょ、時間がもったいない。何こいつマジ、ちょ、な、近づけない。どこ行った、リクソンが消えたんだけど。おい、玉璽の時間がなくなったじゃん。リクソン消えたし、ストレスじゃない、ステルスが入るから困るんだよ。おい、とりあえずゲージ、どこ行ったリクソン。すぐ消えるなこいつ、恥ずかしがり屋さんか。もなんか拾えないし、これもね気をつけないと。ザン持ってるからこいつ非常に危険です。オッケーで、ザコ切って。なんだこいつ、強すぎる。待って、いやちょ、出過ぎも何もないだろお前。前出るやつ誰もいないんだもん、みんな死んじゃってさ。よし、これで条件を満たした。まだ死ぬわけにはいかん。お前頑張ったけどよ、ちょ、回復ちょうだい。回復持ってない誰か。ちょっと強すぎこいつら。この輸送部隊じゃない、あ、これちょ、やばい、あそこまで取りに行かないといけない。取りに行くか。さあ行きましょう、馬乗って。多分あの辺に回復はあったはず。リクソン兵はもうしばき倒したからまあ問題ないっしょ。あとはじっかりしっくり、しっかりしっぽりと孫権を叩きのめすだけと。熱いな、ちょっと上着脱ぐわ、熱い。このステージは熱すぎる、体温が2度ぐらい上がったぞ今。ここだな、よし
これをね間違えちゃうと違うもの持って帰って全然違う武器になったりするから、あれ頼まれてたものと少し違うっていうね、ちょっと初めてのお使いに失敗してしまう可能性があるから、しっかりと場所は確認しておかないといけない。そういうシビアなゲームでもある。なんで孫権軍にやられてんのかな。ちょっと救いに行くか。すぐ劉備やられちゃうからな。あれかこれだな、おそらくこれ。あれ違う、はてこっちか、あこれだな。よーし、さあこれで劉備死ぬな。あ劉備大丈夫っぽいな、敵兵が減ってる。死ぬな、もう死んだ終わりだぞこのゲームは。他のやつはみんな死んじまったけどお前だけなんだ。でも左からなんか軍が上がってきてるな、一人なんか知らないけど、あいつが味方についてくれれば、まあ、劉備の身も安泰であると。ということで孫権をぶっ飛ばしたいんだけど、ちょっと弓でチクチクやりたいな、安全に。あそこ弓兵がめちゃめちゃ多いのよ。なんだこの輸送部隊は、お呼びじゃないんだよ輸送部隊。多分孫権部隊、孫権軍か。痛い、孫権軍はちょっと倒しておきたい。おいおい、全然効かねえな。あの雑魚兵相手にはね輸送乱舞の方が結構入る気がするんですけど、これどうなんだろう。あんまり新武装乱舞だと殲滅力が高くない気がする。技のね威力自体下がってんのよ実は。そうなのよ。なんだけど炎ダメージでいい感じにまあ上がって、結果的にちょっとまあお得だよねみたいな感じになるのが新武装乱舞なんですけど、ただ武将とか防御力が高いから武装乱舞打つよりも新武装乱舞の方がダメージが入るわけよ。スリップダメージはあれがないからね、何あの防御力関係ないから。なんだけど雑魚兵に関しては防御力が低いから普通に武装乱舞打った方が強いんじゃないっていう。ちょ弓がいるんだけど、これ弓がいるんだけどね、先にちょな何引っかかってんの、何これ、えないけないんだけど、何ここ、隙間あるじゃん、なんでいけないの。先にこの拠点を倒しておかないと永遠にあの弓兵が追加されるという増量キャンペーンが始まるから、全く嬉しくない増量キャンペーンが始まるから、ま頑張っていきましょうっていう話。お前じゃない、はいお前じゃない、よし拠点を一つ潰して、拠点を潰すと孫権の士気が下げられないという弊害もある。よしよし、まずはこっちを潰したと。ケツの方も弓が入り乱れてる、とんでもないことになってるぞここ。いや何人だよ、やんだこいつ、呼んでねえよ、おー助けてくれ、やばいここで死にたくない。出すぎじゃねえんだよ、よしよしよし、はい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 、ほいほい、あと武装ゲージ下げてて正解だなこれ。高いと大変なことになった、この華麗なフットワークができなかった。やっぱ体重は軽い方がいいな。ちょっとこっからや、こっから弓を倒していこう。ちょ何この木、えこっち行けないの、ちょっと何なのさっきから、何人いんだよ弓がここ、誰だよ蹴ってきたやつ、おかしなことになって、おかしな仕上がりになってるわ、まあ、陸装兵じゃんしかも。こいつはお前か、お前もちょっと倒しておかないか、はいはい、こうやってね軍団長を倒すと消えるはずなんだけど、でも消えないんだよね、なんか俺の場合なんか消えるっていう情報は入っているんだけど、やばい全然消えないっていう、消えた試しがない、おいやばい、ちょっとどっかこの辺なかったっけ、あれ壺がなかったか、やばすぎる、これはやばすぎる、肉をくれ俺に、
あっちの上の2個取ろう。どこにおんねん友軍が。連れてきてくれ。この辺なかったっけ。拠点のとこには壺がある。あたたた、あれあれ、その法則に従え。我肉まんを探しけり、かっこ笑い。すげえ嫌な音したな今。すげえ嫌な音したから何も見なかったことにして帰ろう。ちょっと弓兵多くないですか。これ弓兵多くないですかね。父や兄のように戦えること見せてやる。孫権に捕まっちゃったこれ。ちょ、なんなのそのコンビネーション。馬で挟まれたんだけど進行方向。痛い。これかな、こん中に肉まんがあるはず。ないし。待って、これ何これ強いのこいつら。肉まん出してくれ。こんなとこで死にたくない俺は。当たんないし、この距離で外すってことある。ちょっとやばいってこれ。どこ肉まん。なんでさっきこのピンチになるの。弓兵が多すぎるんですよね。あ、ここ行き止まりだし。ここで耐えよう。ここ俺の本拠地とする。ここで耐える。今日はここで耐えるぞ。明日は知らん。今日はここで耐える。痛いんだよお前。なんでこっち攻撃してんのにお前の攻撃通るわけ。お尻隊長いた。これで来たろ。あいつ倒したら回復できる。こいつか。痛い。よし、肉まん3つ助かったな。クルノカ1枚繋がった。なんだこいつ、いつの間にソーランボ。おお、連打も冴えてるな今日。今日連打も冴えてるぞ。冴え渡ってる。よし、はい、おしまい。打ち取ったり。さあ残るはあいつだけだ。そうや、あの大量の弓兵をやっぱり処理してもらおう。なんだこいつ、マジムカつくな、この蹴ってくるやつ。このケリオくん、沢村マジムカつく。よし、丁寧にいこう丁寧。お前は誰なんだよ。お前は誰だ。丁寧に行こう、丁寧に精密していこう。大雑把な仕事ではダメ。こっから殺しちゃうかなお前。言っとけよこの野郎。ぶっ殺しちゃうからこっから。いやバレた、いやバレた。暗殺失敗、暗殺失敗しました皆さん。よし、いい感じに一人できたぞこいつ。おお、一人になってねえし。何してんだよ護衛兵。よし、あーもう勝ったな。もうこの感じは勝ちよ。もう分かるんだよ俺も。そろそろ分かってくる。こうなると勝ちが見えてくるって。こうやってはめ殺す。やーべ、弓ゾーンに来ちゃった。弓ゾーンに来ちゃった。あぶ、はいはい、はっ、やばいやばい。これはこのコンビネーションひどくない。おお、マジやばい。あぶやばい、助けて助けて助けて。ここはでも強気に行く。強気の強撃、強気の強撃ランプ、これでいける。はい、おしまいと。強気の強撃を、あれ今のやばかったね。弓で撃たれ、前から無双ランプで挟み込むというサンドイッチ無双ランプ。サンド無双、なかなか考えてるな相手も。ただものじゃないということは伺える。ハードなステージはね、いつにも増して自分が何喋ってるか分かんなくなるね。弊害かもしれないこれが。これ大光戦祈祷、もうちょい簡単な読み方してくれ。しかも弱いというね。これだけ苦労して35分苦労して得たものはよくわからない鉄の塊という。そういった悲しみもやっぱり教えてくれたこのゲームは。いろんなものを教えてくれてる俺に。悲しさ、虚しさ、諸行無常よ。平家
平家でやらずんば人にやらずと言われたあの日から何も変わっていないのかもしれない。諸行無常の響きが俺の中に染み込んできてる今。さよなら、また会いましょう。